まあ、今日もよろんかこのところねこの,この,この,あの YouTube 学園を見てくださる方あの登録者数が急激に増えてきてるんだよねやっぱりこう緊急事態宣言で家にいる人が増えてるせいなんだろうかね。 そうですね、まあ、あのもう1つには私たちあのアップする動画があんまり上がってなかった時期があって、はい、<laughs> で最近ずいぶんねちょっと続けて2つ3つ <laughs>、はい、アップさせていただいてるというようなことがあるのでそれで見ていただいたのかな、はいはい、またテーマが例えば効果論とか、うん、あと女性のね あの権利の問題であるとかそういったトピックだったからなのかななんて思ってもいますけれども、うん、まあねちょっといろんなねこう幅広いテーマをいろいろ取り上げてみようということでね、えー、これからもいろんなことをあの考えてますからね是非、えー、ご覧いただきたいんですけど、うん、さあそして今日はねやっぱりね今の中東イスラエルとガザーもう激しい戦闘が続いているでしょう。これがが本当に気がかりでねあの あの特に増田さんもあのパレスチナ自治区にはこう行かれてるでしょ。はいね、私もの実はあのあのヨルダン川西岸地区だけではなくそのガザにも入ったことがあるのね。でガザってのはイスラエルがこうガザを取り巻く形でものすごく高いコンクリートの壁でを作って中入る時ねまるで本当に刑務所の中に入るような感じなんだよね。よくねあの屋根のない牢獄なんて言い方されているんだけど。 本当にそのガザ地区の中に、えー、押し込められた人,人たちのさまざまなストレスというのもあるんだけど、とりわけ今回、これがこう、えー、ガザ地区からこうミ,ミサイルがこうイスラエル側に着弾して、イスラエル側でも死者が出て、そしてイスラエル軍がそれに報復をして、ガザでもまた大勢の人が亡くなるという、本当に悪循環が始まったってるよね。 おとといのことだったと思うんですけれども、要するにあのロケット弾が、ね、ガザ地区から、うん、あのイスラエルのテルアビブというところを向けてたくさんこう何百発ですか、あのうん、打ち込まれたわけですよね。うん、で私、取材に2年前にも行っているんですが、その時に通訳でお世話になった日本人の方がテルアビブに住んでいるので心配になって連絡をしたんです。うん、そうしたら 一昨日の夜はあのシェルターに入ってやっぱり寝たと家族で。ああ、そうなんだ。だからあのかあのお家自体がもちろんシェルターになってる部屋があるんですね。うん、だからそこに入って寝たということとさすがにやっぱりね怖かったって話してたんです。うん、しかも歩いて5分のところに着弾したそうなんですね。うん、なるほど、ね。で、知り合いの日本人の方の家は壊れたそうです。あそうなんだ。 で一応そこの方のお家のの、ね、日本人の方は無事だったんですけれどもでもそんな状態で,、うん、でこれはあのネットで弾いてみれば分かると思うんですけれども本当に蛍のように空が光って。 でロケット弾が飛んんででくるんですよねでそれをもう見てるわけですよね、そこに住んでる人たちっていうのは。さすがに恐ろしかったって言ってました。そう,だろう、ね、とにかくこうガザ地区からこう、ねえー、それこそ、えー、のどこを狙ってってことじゃなく、とにかく嫌がらせも含めてイスラエル側、テルアビブ側にあって次々にこうロケット弾を打ち上げるでこう。イスラエル側もそれを迎撃する実はミサイルとなってね、アイアンドーム、鉄のドーム、 というシステムでこれかなりの部分は実は途中で打ち落としてるんだよねでも全部打ち落とすわけにいかなくてだいたい90%ぐらいは打ち落とすことができるんだってでも残りの10%がこう落ちてくるわけでしょどこに落ちてくるかわからないからこれ怖いよな うん、あのその日本人の方はね、この技術がガサにもあったらいいのに、ね、<laughs> なんて、<laughs> <あの> <laughs> まあ、その日本人的な、ね、やっぱり発想になるわけですけれども、イスラエルの迎撃の技術の、ね、技術はやっぱりすごいっていうことを言ってましたし、うんまあ、それも本当にネットにいろんな、ね、あの動画、うん、それこそ YouTube なんかに上がってますから見、見ていただければね、分かる状況だと思うんですけれども。でね、イスラエルはイスラエルで、やられたら必ずやり返す。 というわけで今度は報復でガザに対してこうミサイルを打ち込んだりあるいはこう戦闘機でこの爆弾を落としたりというこれもまた激しいんだよなうんでもこの原因になったこと池上さんご存知ですかこれあの東エルサレムのにユダヤ人の入植がきっかけだったんじゃないかなこれ。 そうなんです今池上さんが東エルサレムっておっしゃってくださいましたけれどもこの YouTube 学園でもいわゆるエルサレムの旧市街の,あの3つの宗教の聖地ってやりましたよね。はい、でその3つの宗教の聖地がある旧市街エルサレムの旧市街っていうのは大きく見るとエルサレムという地域が東と西に分かれていてで旧市街自体は東側のエルサレムにあるっていう、まあ、そんな図式なんですよね。うん でその東エルサレムというところにはパレスチナ人の人たちが住んでいるわけなんですけれどもそこにユダヤ人の人たちが入植地という形でどん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 ん自分たちの住む地域を拡大するというこういう傾向が強くなってきてでそのパレスチナ人の人たちが、まあ、立ち退きを迫られるでそれに対してその立ち退きは不当なんじゃないかという裁判が起きていてで結局結論が出なくてそれが先送りになったとっいうことがこのところあったんですよね。 そうだよねあのとにかくそのパレスチナの人たちにしてみると特に東エルサレムに大勢こう暮らしているそしていわゆる聖地旧市街も東エルサレム側にあるのでパレスチナは今自治区なんだけど将来パレスチナを国家として独立するときにこの東エルサレムを自分たちの首都にしたいっていうこういう思いがあるわけねで一方でイスラエルはエルサレム東西がこう分割されることのない永遠の首都であるって宣言をして ずっっとそれを言ってきたただ国際社会はそれを認めようとしなかったんだけど、アメリカのトランプ前大統領がエルサレムはイスラエルの人だよということを認めた、これが、まあ、イスラエル側には追い風になって、東エルサレム側、つまりこれまでパレスチナの人たちがいなかったところに、ここは自分たちの土地なんだつって次々にユダヤ人たちが入植する、そこに入ってこようとする、それにパレスチナが反発する、今、そういう構造になってるんだよね。 うん、でそれをまあ住宅などを圧っする人たちもいるわけなんですよね。でもちろんユダヤ人の人たちの中にもあのユダヤ人がやってることが良くない許せないって言って監視しているような NPO もあるんですね。であの私も実際にあの前回の取材の時にいわゆるこうユダヤ人の人たちが入植してきているという地域に行ったんですね。そうしましまたたたらそのパレシナ人の人人人のののちちところにユダヤ人の人たちがいきなり来て お前たちはここに住んでるけれども登記簿があるのかって聞くんですって。なるほどで、登記簿なんか古いお宅でもうだから50年ぐらい住んでるんですよね。うん、で、登記簿がないって答えると、じゃあ、不当に住んでるんだから出てけっていうんです、うんあなる、そういう理屈になるんだな。で、あの出ていかなければ、それこそ、えっと、何百万円、日本に、うん、円にして、そのお金を払ってもらうと。うん 期日までで決めらられれて立ち退きを迫られるんですねで実際にお金もないしあの実効支配ですからそれをやらないことにはもう何て言うんでしょうあの身動きが取れなくなって,あの出,てかなきゃ出て行かざるを得ない人たちっていうの随分出てきてるんですね、うん、そうすると出て行った2時間後にユダヤ人の人たちが入ってくるっていうんですよ。 えー、そんなに、はいうん、だそういうあっせん業者がいてでどん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 そこの地域にユダヤ人の人たちを多くしてでもう実際にそこを自分たちの場所にしてしまおうというでその傾向がやはりトランプ前大統領の時あとはペンス副大統領という人がいましたからその人たちの影響力が強くてどんどんその声が大きくなっていったっていう事情がここ数年あったわけなんですよね。うん であの今回もその裁判が、まあ、先送りになったということで、まあ、それに対する反発っていうのもあったわけなんですけれどももう1つ、あの昨日終わったんですけれどもこの1ヶ月はイスラム教の人たちにとってラマダンだったんですよねそうラマダンねこう日の出から日の入りまでえ食べたり飲んだり一切しないというそうするとね特に夕方ぐらいになってくるとお腹空すくとですね怒りっぽくなるんだよね。 あるいは本当にあの宗教行事ということもあってやっぱり本当にこう宗教への思いが強くなってくるこういう時ってやっぱり何かトラブルが起きやすいとも言われてるよね。 うん、だからこの時期にわざわざそういう問題をこう、まあ、起こしたりあとは池上さんもニュースでご覧になったと思うんですけれどもそのエルサレムの旧市街のダマスカス門ってまあ4カ所ぐらい門がありますよね近くなっている地域ですからでその門を閉鎖するっていうことをイスラエル側がしたわけなんですよね、うん、であのいわゆるイスラム教の方たちにとっての聖地のあるアルアクサモスクにこう近づけなくなったんですよね。 そうやっぱりねラマダン期間中と言うと、やっぱりイスラム教徒の人たちの信仰心がとりわけ高まるから、その神殿の丘と言われるね、よくあの岩のドーム、黄金のドームがある、あのすぐ横にアルアクサ、えー、モスクというのがあって、そこに集まって、そこでお祈りをしたいって人がいっぱいいる、大勢集まる、そのイスラエル側、そんなにいっぺんに大勢の人が集まったら、えー、危険だという理屈をつけて、えーえー、バリケードを築いて閉鎖してしまった。 えそこに行ってお祈りできないじゃないかといってパレスチナの人たちが反発するここういういとが起きてたな、うん、であのそういうことをされてしまった今この時期にだったのでそこからかなりこの暴動といいますか小競り合いがこうどん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 ,どんこうエスカレートしていったとっいう状況があったわけですよね。うん 私、あの私昨日もう1人あの取材でお世話になったジャイカの職員の方、女性の方なんですけれども、その方にも連絡を取ったんですね。そしたら、まあ、彼女はパレスチナ側のラマラというところに事務所があって、そこに、まあ、いわゆるこう西エルサレムから通勤をしているわけなんですけれども、今の時期にね、 やっぱりそういうことをするっていうこと自体が宗教人が高まっている高ぶ気持ちも高ぶっている時期にイスラエル側にそういうことをされてしまったのであればこんなことになって仕方がないってあまりにあのちょっとやり方がひどいのではないかっていうことをおっしゃってたんです。うん、というのもあのジャイカはガザにも事務所がありますよね。はいうんうん でそのガザの事務所にい,るいらっしゃる方たちがようやくこのガザの地区の医療支援ということで活動を始めようって言ったまさにその時にこれが起こってしまったからもう本当にこうやりきれない思いでいるっっっててそうおっしゃってるんですよねだから今回ねその聖地をめぐってこうイスラエル側とパレスチナの人たちがこう衝突をしているそれを見てこうガザ地区のハマースというアメリカはテロ組織に認定してるんだけど。え い,わば,いわば過激派の人たちだよねこの人がそれに対するこうあの報復だと言ってこうロケット弾を次々に打ち込んだそしたらイスラエルが報復だと言ってさ,さらに反撃をするこうやって、えー、これだけのひどいことになっちゃってるわけだよね、うん、で今ここで北斎に出る人がイスラエルのネタニヤフ首相だそうなんですよそうなんだよ実はネタニヤフ首相この前総選挙があったんだけど要するに えー、そのリクードという、ね、あのネタニヤフ首相が率いているこう右派の政党が過半数取れなかったんだよね。で今なんとか連立政権組もうとしてるんだけどどうもそれがうまくいっていないどうもこのままだと首相の座を滑り落ちてしまうんではないかそして実はそのネタニヤフ首相自身贈収賄事件で実は被告になってるんだよねだから本当に首相を辞めざるをえなくなったら自分の身が危ない。 といいう思いがあってこうやってこうパレスチナ側にあの要するに厳しい態度を取ると特にイスラエルの右派の人たちから支持を得られて、えー、首相の座を守れるんじゃないかというそういう個人的な思いがあるんじゃないかってこう見てる人結構いるよな。 うん、だからそういう計算も働いてこのねあの問題が長期化した方がいいぐらいに思ってるんじゃないかってそんな見立てをしてる人もいるんですよねでも長期化なんてとんでもないと思いますしやっぱり JICA の方もそうですし、まあ、現地の方たちもそうなんですけれども。日本が、ね、こういうい時に 何もできないといとうか何もしないというかあの積極的な、ね、何かをしてくれるわけじゃないのでそのあたりもも,うもちろん国際社会もそうなんですけれどもすごくもどかしい思いで現地にいるということをおっっしゃってますそうだよねで、うん。日本もそうだしあとアメリカがこうトランプ政権じゃなくてバイデン政権になったからちょっとここが冷静になってきて。 これひたすらこうイスラエル支援ではなく、今回の場合でいうと、イスラエル側に、こうこのイスラエルが自衛する権利はあるんだという、まあ、イスラエル側の立場に立ちながらも、でもこう、ガザの人たちもまた平和に暮らす権利があるんだ、だからなんとかあのや,あのやめるべきだという、こういう、まあ、冷静っち冷静だけど、そういうメッセージは一応出してはいるけどね。でも、メッセージだけじゃねえ、実際に今、こういう状況になってしまっているわけですから。 どううなんんででですかね、うん、何ができるんでしょういや本当だよね、とにかくこのガザの中に入ってみると分かるんだけど、本当にこう刑務所のようになっちゃってこう、外部との行き来が大変難しいんだよね、こちらものガザに入るときに、とにかくその塀の中からイスラエル側のこうセキュリティチェックが厳しくて、ずっと雨の中、外で延々と待たされて、実はそれで風邪ひいちゃったってこともあるんだけど。 本当に中に入ってもインフラが全く整備されていない。そうなるとね、やっぱりガザ地区の中の人たちの鬱憤とか不満とかストレスがものすごく溜まってきて、そうするとイスラエルが悪いんだという、そのハマスのような過激派の主張にええ同調してしまう人がやっぱり出てきてしまうということがあるんだよね。日本もね、その今の JICA のようにねえ、ガザ地区の人たちへのいろんな支援活動してるんだけど、やっぱりね、 ガザ地区の,の中の居住環境とか人々がやっぱり落ち着いて暮らせるようなそういうものをこう作っていかないとついついやっぱり過激派が伸びてしまうっていう構造にななってるよな、うん、そこにお金を何かの形で投じて整備をしていくってことはできないんですかこれあの国際社会が実はいろんなことをやってるんだけど実は,これは特にあのアンルワという、ねえー、国連あのパレスチナ難民救済事業機関 というパレスチナ難民のためにいろんなこう生活をこう助けていくという国連の機関があって、日本も含めて世界中がそこに支援を金を送ってんだけど、トランプ政権の時これをやめたんだよね。はい,いそのときに、金を集めるのが大変だって言ってましたね,、うん、ねえで結局、それは全然止めてしまった、であアメリカが払わなくなった分、実は日本がずいぶんそれ、穴埋めをしてやってたんだけどね。や トランプ前大統領にしてみればイスラエル側でパレスチナ人なんかけしからん、えー、そんなやつのためにあの金出す必要はないっていう理屈だったんだろうけど結局それがこう悪循環をさらに進めることになっちゃうんだよな、うん、だからせめて何かねその資金での援助でもとも思うんですけれどもね、うんうんまあ、とにかくねこれ対立自体はものすごく長い歴史があって、ね、それこそ簡単には 終わらないことは確かなんだけど、でもやっぱり今暮らしている人たち、こう特にガザのパレスチナの人たちが少なくともこう安心して生活できるような、そのためにこう国際機関の援助だとか、あるいは日本の援助っていうのが本当に必要だなと思うんだよね、すぐにはこう解決に結びつかなくても、長い目で見ればこう改善していくということになるんじゃないかなと思うんだよね。 うん、あのユダヤ人の人たちの中にもね今こういう,こうネット社会の時代ですからそういったものを通じてガ,ナガザの人たちを支援しようという活動もあるんですよね、うんであの。先ほど申し上げましたけれども入植地の問題だってユダヤ人の人だとよく思ってない人がいてその行動を監視するっていうことをしている人たちもいるわけですからなんとか、ね、そういう人たちの思いをつなげていい方向にいってくれないかな。 そんな思いでいでますねなるほどね今ねこう日本で見てるとこうイスラエルとこうパレスチナの対立ユダヤ人とアラブ人の対立っていうことばっかりこうクローズアップされるんだけど増田さんの今の報告聞くとねあイスラエルにいるユダヤ人の人たちの中だってこういうことはおかしいよとかやっぱりこうパレスチナの人たちにこう助けなきゃいけないという人たちがいるんだっていうことを知るとちょっと救いではあるね。 だからそういうこともまあ皆さんにもね知っていただいて、うん、でそういう方たちの思いもこうなんとかこうなんていうんです前向きにあの行くようなあの状況になっていてほしいなと思ってますそうだよねそ,それで言うとね特にパレスチナ、えー、あるいはこうあの聖地エルサレムってどんなところなのかというので言えば増田さんの現地取材リポートというのこの過去の動画で上がってますからね。うん 改めてそっちもこう見ていただけると嬉しいよねそうですねあとはあの本当に今回の、まあ、ニュースと言いますかあの状況についてはネットでするこそいろんなものが見られますからもちろん間違った情報とか偏った情報も多いと思いますけれども少し冷静になってニュースを選んで知っておいてほしいなと思いますねそうですねはい。じゃあ今日はここまでにしましょうお疲れ様でした、はい、お疲れ様でしたチャンネル登録よろしくお願いしますポチッとね いろいろなものがまだ上がってますからそちらも見てくださいよろしくお願いしますよろしくお願いします